S-2 はアメリカ海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。S-2 はレーク型 S 級潜水艦の原型であった。S-2 は1917年7月30日にコネチカット州ブリッジボートのレークトルペードボート車で寄港した。1919年2月15日にフィリップ B ブリルによって命名浸水し、 1920年5月25日に艦長ウィリアム・ウェム・キグリー少佐の指揮下収益する。大やけみ及び偽装後、S-2 は1921年7月22日にニューハンプシャー州ポーツマスを所属部隊の第18潜水艦隊及び第12潜水艦隊の姉妹艦と共に出航した。その巡航は、 当時のアメリカ潜水艦にとっての長時間巡航の記録であった。艦隊はパナマ運河を経由して真珠湾に向かい、続いてルソン島のカビテに向かった。以前にアジア艦隊で活動した潜水艦は球短艦に積み込まれ固定されて運ばれた。二つの艦隊は1921年12月1日にカビテ海軍ステーションに到着すると、 同地を拠点として3年間活動した。部隊はしばしば上海、延大、新港島、鎮太を、アモイ、五章といった中国の都市を訪問した。1924年10月29日に極東での任務は終了し、部隊はアメリカ西海岸に向かって出港した。しかしながら s にはフィリピンに泊まった。11月5日に s には 予備役に置かれ、整備、維持の上院だけが勤務したが、1928年5月5日に、最終駅した。S-2 は7月まで中国で過ごし、続いて、フィリピンでの作戦任務を再開、その後不活性のため、ペンシルベニア州フィラデルフィアへの帰還を命じられた。1929年4月27日に、マニラを出港、グアム、真珠湾、カリフォルニア、 パナマ運河を経由して、フィラデルフィア海軍造船所に8月5日到着する。S-2 は11月25日に同地で退役した。機材が撤去された後、1931年に除籍され、同年9月14日に売却された。ありがとうございます。